トヨタダイナトヨタクイックデリバリートヨタトヨエーストヨタクイックデリバリートヨタハイエーストヨタクイックデリバリー QD200 ハイブリッドシート座面フロアステップの関係を示すクイックデリバリーはトヨタ自動車が1982年から2016年まで生産していたウォークスルー版であるなおこのコーデは同系列であるダイナトヨエースアーバンサポーターについても記述する ハイエースをベースにクイックデリバリーのプロトタイプとして試作されたウォークスルーバンも、ともとは大和運輸の車内での作業時でも腰をかがめる必要のない天井が高い車が欲しいという依頼を受けて開発された。ウォークスルーバンとは運転席から左ガードアや過失へと車内を容易に移動できる車である。その車体構造を生かし移動販売車や 簡易キャンパーなどにも使われ、航空自衛隊でもアーバンサポーターを含む各世代がユーティリティ整備者として採用されている。上記の現場の要望から、ヤマト運輸、九州支社内の車開発プロジェクトチームによるベニア板を使った試作者をもとに、三菱自動車工業など複数の会社へ打診をした結果、開発費をヤマト運輸が負担する形で、 トヨタ自動車が開発を行うことを申し出た。以上のことから、クイックデリバリーは、ヤマト運輸への供給のみを行い、他社への販売は当初は行われなかった。その隙間を狙う形で、日産自動車、三菱自動車工業、松田、イスズ自動車からも類似車種が販売されたが、後にトヨタ自動車側が、他の運送会社への販売を開始したため、 他社製車種の販売は伸び悩んだ。ダイナ、トヨエース、ハイエーストラックのジャストローシャーシの上に背の高い箱型車体を仮装したもので、組み立てはフレーム付き車両を得意とするアラコが担当。当初はダイナクイックデリバリー、トヨエース、クイックデリバリー、ハイエースクイックデリバリーのように、積載量及び販売店で車名が分けられていた。後に車名が200。 100にそれぞれ変更されている。ヤマト運輸では、両方が使われており、積雪寒冷地では 4WD 車も導入されている。2トン席、1トン席ともに、車体はほぼ共通であるが、サスペンションスプリング、ブレーキをはじめ、デフ、ホーシング、プロペラシャフトなどのドライブトレインは2トン席の UK と1トン席の y 系では、対許容荷重や容量が異なる。 エンジンはダイナ、トヨエース200が、トヨタ大発共同開発のトラック用のヘビーデューティーな PK ディーゼルエンジンを、ハイエース100は常用、ピックアップトラック用のライトデューティーな LK ディーゼルエンジンを積む。2006年10月以降、QD200 のエンジンは、ハイブリッドシステムが追加された、日野製の N04CTEN へ変更されている。 トランスミッションはどちらにも 5MT と 4AT があり、共にコラムシフトであるが、やはり2トン席と1トン席で、最大許容トルクが異なっている。少量生産ゆえ、メーカー希望小売価格は消費税込みで550万円を超える。開発依頼元のヤマトウニユですら、クイックデリバリー生産終了直前には、圧倒的に安上がりなごく普通の2トントラックを、 導入することが多くなっていた。ヤマト運輸のために生産が続けられていたが、平成28年式を最後に生産が終了した。生産終了後、ヤマト運輸は冷蔵対応型のダイナ及び、その二五社の日のデュトロを主に導入しており、クール卓球瓶のロゴを全面に出したものと、卓球瓶のロゴを主に使い、クール卓球瓶のロゴは、 冷蔵庫内の部分のみの配置となっているものが混在する。車両総重量が4 7 0 0ラムあるため、準中型自動車に分類されており、2017年3月12日以降に普通自動車免許を取得した場合、運転できない。LH8VH1.25 トン系、ザ、鉄腕、ダッシュのダッシュゼロ円食堂のキッチンカーとして使用されている車両は、 この台の1995年にマイナーチェンジしたモデルと推測される。二トン積系、BU60VHBU68VH、アー s 6 8 v h b u 2 8 k z 2 8 k ザ a ク2 8 k 以降はすべて、ヤマト運輸向けの車両のみ生産された。2WD、KKD228K4WD、KGD270 回。ありがとうございます。